ロッキンボイシーオンミュージア。この番組はアーティスト応援ファンダムメディアミューディアに、あの人気音声プラットフォームボイシーから出現した音楽雑談ロッキンボイシーの出張版でお届けいたします。パーソナリティのオリッピーです。ということで、今日のゲストの方に早速この質問を。ミューディアって何ですか？はい、ミューディアとはですね、すごく大きく言ってしまうと一言でメディア、はい、もう悩み、邪魔せんとってくれるかな。はい、はい、今日のゲストはですね、ミューディア事務局のチョロさんです。お願いします。よろしくお願いします。答え言ってないけど、いいかな、言っちゃって。なんなん、しょっぱなから、はい、何がよ、はい、大きく言ってみよう。じゃあミューディアを大きく言うとですね、はい、メディアです。メディアです。メディアです。はい、ミューディアのそもそも名前の由来って、ほいほい、何と何が合体したんでしたっけ？そうそう、これがミュージックとメディアなんです。ミュージックとメディアが合体してミューディアなの？はい、そうなんです。あのツイッターのね、あの X のアカウントのトップにも書かせていただいてるんですけども、はいはい、ファンダムイベントメディアミューディアというふうにさせていただいております。そう、それ聞きたかったんですよ。ファンダムイベントメディアって何ですか？ファンが溜まっているイベントメディア。そのままです。説明が分かりやすいですね。そのままです。このミューディアって、はい、そもそもいつ始まったんでしたっけ？いつだろう。2018か19かな、そのぐらいだと思うんですよね。はい、コロナの、まあ、2年前ぐらいかな、うん、そうですね、そのくらいです。コロナの時にあれかな、オンラインの投票メディアとして、はい、あ、じゃあその前からミューディアっていうのあったんですね。あったんですよ。はい、皆さんね、結構今オリエッティさんがねおっしゃったように、オンラインの投票 を中心にしてるっていうふうに考えられてるんですけども、もともとは、ライブハウスのイベントを、ミューディアサイトで配信させていただいて、ミューディアサイトで投票できるっていう、あのオンラインとオフラインをつなぐ投票システムだったんですよ。でそれがコロナがあってオンライン中心になってきたっていう、はい、ということでございます。ほー、はい。でそのミューディアで、ミューディア事務局のチョロさんは一体何してるんですか？何してるっていうふうに言われても、まあ難しいんですけど、まあいろいろですね、本当に。なんていうんですかね、ムービーグランプリとかの生配信でね、僕ご覧になった方もいらっしゃると思いますし、はい、もちろんそれだけじゃなくて、いろいろ内部的な、運用、運営、その裏方ね、うん、そうですね、はい、担当させていただいております。そうなんですよ。実は私もいつもお世話になっておりまして、はい、あの私ももう2年ぐらい前からですかね、ミューディア事務局に入らせていただいて、はい、そうですね、まあ、はい、そうですよ、チョロさんと、まあ、毎週毎晩、毎晩ではないですよ、毎晩ではない、けんけんいろいろね、こう、はい、ミューディアをより多くの方に楽しんでいただくにはっていうことを話し合ったり、はい、お仕事させていただいている中で、そのミューディアをどうしていきたいとかはチョロさんの中であるのかなって、これちょっと改めて聞きたいなと思ったんですけど。あ、でもやっぱ最初に言ったように、メディアとしての成長っていうのがやっぱり、根本にあるんじゃないですかね。うん、はい、やっぱり一番、まあ、僕ももともとアーティスト、まあ、ミュージシャンやったっていうのもあるので。え、そうだったんですか？そうですよ、はい。実はそうなんですよ、はい、うん、少しでもそのミュージアに参加することで、アーティストの方、まあ、もちろん今はアーティストさんだけではないですけども、そこでまあファンが増える、知ってくれる人が増えるっていうのをやっぱり、まあ、個人的にもそうですし、はい、そこを目標にしてやってます。はい、ミュージアのイベントに参加したらファンが増える。はい、そう、それは本当ですか？本当ですよ。いや、本当ですよね。いや、本当ですよ。嘘ではないです、はい、嘘ではないというか、まあ、私も実はミューディアのイベントに何回か参加させていただいて、本当にミューディアの、ね、ファンの方に応援していただいて、まあ、昔ね賞を取らせてもらったということがありまして、
はい、おめでとうございました、はい、ね、今も懐かしいラジオスターオーディションというやつですけれども、はい、でもそこからね、こういろいろお仕事がつながったりとか、あの、まあ、音楽関係のイベントで MC をねさせていただく機会も増えてきて、いや本当にね、初っ端はミューディアだったんですよね、私も。おお、いや、ありがたい話でございます。なんならちょっと恥ずかしい話していいですか？あ、どうぞどうぞ。何ですか？ミューディアのイベントに出るまで私、まあ今の X、うん、Twitter を、はい、もうほとんど投稿したことなかったんですよ。あ、そうなんですね。はい。うん。まあなんならこの、まあ、ボイシーというね、音声メディアの配信するまで SNS ももう見るだけ。自分で発信するなんてそんな恥ずかしいわっていう。わかる、ね。うん。って感じで、まあこう、発信したら炎上するんじゃないかな。でもね、誰が言ってんのって感じですよね、今思うと。誰に見られてるって、誰も見てないよって思うんですけど、まあそれをね、イベント出るってなったら、やっぱり皆さんに応援していただきたいって、こんな思いがあるっていうのを、初めてね、ツイキャスしたりとか、SNS で発信していく中で自分の中で思いがだんだん固まってきて、で、まあ、私ね、そのミューディアのラジオスターオーディション実は4回連続出てたんですけど、4回も出てくれたっけ。そっか、もうね、本当に恥ずかしいんだけど、 1,2,3,4 で出てて、もうね、1とか2なんて誰も覚えてないと思う、私のこと。あー、そうかな。いや、まあ僕の話していいですか。はい、覚えてるのはやっぱラスト2回ですよ、多分。じゃあ、そうそうそう、ラスト2回は賞をいただいたんですけどね、はい、うん、え、何、私の印象とか覚えてるの。あ、覚えてますよ。え、かわいい人だな。いや、違うかったな。ごめんやけど。あ、こんな人眠ってたんだっていう感じでした。あ、1回目、そうか、1回目2回目はそういう印象がなかったんですけど、うん、初めてまずお会いしたのが、うん、実際にお会いしたのがラジオスターの、決勝の収録現場ですよね、はいはい、ファイナルはね、あの、はい、ミュージックバード の, あの建物のね、あの、しっかりとした収録の部屋でねさせていただくということで、そうそうそう、あの、はい、あ、半蔵門のスタジオですよ、半蔵門のスタジオですよ、はい、あの、そうそう、有名な、行きました、はい、そこで初めて会って、そこでプレゼンを聞いたんですよ、確か、あの、はい、課題として、はい、その時にすごい、なんていうんですかね、あ、ほんまのラジオの人来たと思ってたんです、僕は。うん。その中でやっぱ輝いてましたよ。喋り方もそうでしょうし、内容もそうでしょうし、うん。うん。なんかその辺でね、あ、この人受賞するんやろなって、僕、あの、そこの時は審査してなかったんですけど、うん。はい。あ、受賞するんやろなって思ったのが、初めての印象だった。今めっちゃたどたどしいですけど大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、めっちゃ嬉しい。それ初めて聞きましたね。この2年間眠ってましたね、 そのテリストは。そうですか、そうですか、はい、そうなんだ、はい、いや、もう本当にね、当時、ま、コロナでフェスとかもライブハウスとかね、うん、なくなってというところで、ま、私はボイシーという音声メディアで、ま、さらに音楽が流せないんですよね、ボイシーは。あ、言ってましたね。そうですよね、はい、そう、音楽流せないけど、音楽好きの本当に素人の一人として、なんとか音楽業界を盛り上げたいと思って立ち上げたのがこのロッキンボーシーっていう番組 で、うん、でそこから音楽フェスを盛り上げたい、フェスラジっていうのをやりたいですっていう、それを番組でプレゼンさせてもらったんですよね。今日どうしちゃってたのか。で、その熱意が本当に、ま、届いて、ミュージックバード賞というのをいただいて、深夜のね時間帯にガンガン音楽をフェスのように流す番組っていうのをやらせていただきまして。はい、そうですね、はい、そうなんですよ。いや、でも本当にミューディアのイベントに出て、改めて音楽好きやし、音楽好きな人たちをこう盛り上げたいっていう、ね、思いが本当込み上げてきて、自分の中でも、うん、そうし、はい、そうで、気づいたらここにいるって感じなんですけどね。あ、どうもこんにちは。だからね、この番組、あの、まあ、ロッキンボーシーオンミューディアも、まあ、アーティストの方々の、まあ、思いを話す場面ってね、結構皆さんいろんな SNS とかであると思うんですけれども、うん、まあ、より深いところを聞かせていただいたりとか、うん、それこそ楽曲には入れれなかった思いとかを言語化するお手伝いができたらなっていうふうに思ってます。あ、なるほどなるほど、それは楽しみです、うん、はい、そう。なので、まあ、今日来てくださっている一人目のゲスト、チョロさんも実は、はいはい、アーティストだったっていうね、お話が出
出ましたので、はい、ちょっと2回目はそのアーティストチョロにフォーカスをして深掘りしちゃってもよろしいですか？頑張ります、はい、ちょっとこっぱずかしいところもあるんですけども、なかなかねミューディアのイベントの中では見れないミューディア事務局のチョロさんのもっと深い部分というのをアーティストチョロについて皆さん楽しんでいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。